僕なんか今やっと自分の仕事にも世間にも何とか馴染んじゃってるけど、ふと少年時代のあのなんだか八方破れの、そりゃ親や社会からは見捨てられていたけど、なんかいつでも爆発できそうな、カーッと照りつける太陽のような、なんかこう力強い、なんとか一人前に過ごしてる今、亡くなってしまってるような気がするんです。うんと遠い全く昔のことのように。でも時々テレビで見る矢吹さんって全く同じなんですよね。あの頃と全然変わっちゃいない、みんな変わってしまったように思えるのに、矢吹さんだけ、矢吹城だけが、なんか僕たちが過ごしてきたあの遠い青春を今でも一人忘れずに引きずっているような、そんな気がします。それがとても嬉しくて。 おめえ今小説とか学校の先生とかそんなことやってんの？地方の小さな工場の工員ですよ。